そして、そう、そこからすべての国境をなくしてくれよ。オッケー。それじゃあ私がこのね、この朝鮮民族の最も愛される歌、アリランを歌わせてくださいね。アリラン。 年は38、まだ消えない。38の線ですね。この歌をね、韓国で歌った時も韓国の方々は涙を流してくれるんだよね。この僕が歌ってね。それで北朝鮮で歌っても北朝鮮の方々もね、涙を流す。この涙は
共産主義から流れてきた涙でもない、資本主義から流れてきた涙でもない、強いて言えばこの2つの主義主張によってね、分断された朝鮮民族の歴史の、ね、そこから流れてきている、ね、だからこの涙というのはよく考えてよ、日本人が流している脱の涙も同根である。38の線がなければ脱の涙もなかったのよ。だから日本人は気づかなくちゃいけない、ね、朝鮮民族は、ね、北朝鮮の方々の涙と韓国の涙と日本人の涙は同根である。それじゃあ38の線に眠っているこのムンスターは何かと、戦争をしてむさぼる三軍複合体、ね、戦争のこの状態から抜け出せない、ね、悪循環の文明であるという。だから我々はこの文明から飛び出す時期に来ている。コロナはそれを我々に伝えている。国境を越えるのを我々は OK! ありがとう。全ての人の心に花を。花として笑いもできる、人は人として涙も流す、それが自然の歌なのさ。コロナ
ての人の心に花を。わしんなよ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 。へいへい。わしんなよ。しまわ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 。そうと動いてる、ね、日本はそれは批准してない。我々は政府に働きかけて核兵器をなくすことの批准をね、日本を受け入れろ。日本が人類の先頭に立つのよ、平和の先頭に。おらい、おらい。それじゃあ広島長崎へ向かって私が愛の歌を歌うね。渋谷に乗って流れてくるよ被爆の魂、心の中に咲いて開く。ティーントブルーあの白戸屋に思い乗せ死んだ悲しい平和にがだ。うちな広島長崎、ああ泣くな泣くな。昔の亀の島、母なる島のホピの声に祈りを込めて、幾千万年の記憶の彼方、命の香り聞く文句い教えとともに、うちな広島長崎、あ
泣くな泣くな。